その信じられないような出来事が起きたのは3年前のことです。扉の両脇に立って周囲を警戒する入管の職員2人、そこに数人がかりで抱えられた男性が勢いよく運び込まれてきます。首を抱え、いきなりの足払い。そこに覆いかぶさったのは、7人もの職員です。狭い小部屋の中央で、男性は体を動かすことができません。映像をよく見ると、職員たちは力ずくで右手を後ろにひねり上げ、手錠をしているのがわかります。ぐったりとした男性は、床に押さえつけられたまま。映像ではほぼ1分半にわたってこの状態が続きます。この時下敷きになっていた男性はトルコ国籍のムラット・オルハンさん36歳。私ね、65キロですよ。65キロよ。担当7人ですよ。7人。みんなも背が高い、でかい人。いや普通来たら、例えば2人来たら、普通の話でいいじゃないですか。いや、7人来たら、おかしいですよ。だから、いつも思い出したら、ほんまに、いいことじゃないですよ。ムラットさんは当時、床の上で気を失い、右腕を骨折しました。3年が過ぎた今も肩は思うように上がらず、重いものは持てないと言います。今も痛みますか？もちろん。今中にね、鉄入ってるんですよ。上げられない？上げられない。今どの辺までですか？そんなするんですよ。またそんなもするんですよ。いや、シャワー入ったらね、洗うことできない。トルコで菓子作りをしていたムラットさんは、2015年1月に来日。政府に難民認定を申請しましたが、認められず、住之江区の大阪入国管理局に収容されました。その後も入国を希望し続けたものの、収容生活は当時、すでに2年半に及んでいました。騒動のきっかけは、ある日職員の態度に怒ったムラットさんが床に座ったまま壁に本を投げつけたことだといいます。入った時は一人担当は私のな足叩いたんですよ。だから私ね、倒れたんですよ。7人8人ね、腕とか足とか頭とか何年ですよ。あと最後にね、右肩は、いや、その話したくないけど、今も映像を見ると記憶がよみがえり、強烈な不安に襲われます。腕の手術後も入管からはリハビリすら十分に受けさせてもらえなかったと訴えます。いや、問題は日本じゃないですよ。問題は入管ですよ。入管の担当たち、問題、私日本好きですよ。問題は日本じゃないですよ。問題は大阪入管。ムラットさんは被害を受けた翌年、支援してくれる弁護士と一緒に国を相手取って裁判を起こしました。残念なことに、大好きな国である日本の政府を訴えることになりました。
このようなことはあってはならないことです。これから外国人に入管職員が暴力をしないように判決をお願いします。ムラットさんは裁判が始まる直前になって仮放免という制度で収容施設から解放されました。大阪入管での収容生活は実に3年半に及びました。代理人の中井弁護士は、今回の出来事以外にも入管では表面化しないトラブルがたくさんあると見ています。この事件もこれほどまでに苛烈な被害があったから、これだけ注目されているという面もあると思うんですけど、その入管の仕組みを変えていく、透明性のあるものにする、ちゃんと人権に配慮するような体制、体質を作っていく、そういった仕組みを作り変えていかないといけないだろうなと思います。社会から隔絶された、いわば密室の空間で起きた今回の出来事。だからお願いするですよ。私たちも人間ですよ。日本人じゃないけど人間ですよ。入管の中におったりとの本当にちょっとね、優しくてください。そして今週、職員たちの行為は違法な暴行だったと訴えたムラットさん、2年以上にわたる裁判の結果、国が非を認める形で和解が成立しました。和解の中で大阪入管はムラットさんに正式に謝罪、さらに収容者の人権尊重を確認した上で和解金の支払いに応じました。いや、緊張してるから。じゃあゆっくり言ってください。もう一回そんな問題ないために私裁判やったんですよ。だからこれから大阪入国管理局、外国人に暴力しないでください。